お願いします。ますやっとやっと皆さんに見ていただくことができた今日という一日をですねまた新たな始まりの日としてですね実感しております本当に感無量でございますえ今日も見終わった後ですもんね皆さんね見ていただいた後ですもんね、はい、えいろんなお話させていただければと思っておりますよろしくお願いいたしますはいありがとうございますよろしくお願いします 皆さんこんにちは柴崎幸です、えー。今回久しぶりにうつみかるを演じさせていただきました。やっとやっと皆さんに、えー、この映画を見ていただくことができました。あの皆さんに見ていただいて、そして拡散していただくことが、えー、この幸せがあこの幸せこの映画が幸せに報われることになりますので、ぜひ皆さんお力添えのほどよろしくお願いいたします。えー、皆さんこんにちは。 草薙を演じました北村一輝と言いますよろしくお願いしますあの、いやいや、こんだけの人に見ていただけるって、すごく幸せなことだなと、今、ここに立って、すごく実感してます、えーまあ、賛否、いろいろあると思いますが、一生懸命頑張った作品です、えー、本当に楽しんでいただけたと思いたいですが、えー、そうだったら嬉しいなと思います。<laughs> ここにに来る前にですねその説明、曲ごううとありますよとこういう感じでお願いしますと今日の,この内容を説明していただくんですけどもその前にこうスタッフさんとか映画に携わった方々の表情が明るかったですね、はいはい、何かえいいことがあったんじゃないですかね。 どんないいことが。いやもうなんかこれ以上自分で言うとなんかこ、うん。はい。<laughs> あの僕もですね、あの、はい、ツイッター、まあツイッター見てます。あの<っ>皆様の声が気になるので、どんな感じかなと思って、朝から見てます。え、そしたらあのー、北村さんはね、あの賛否いろいろあると思います。だとおっしゃってましたけど、ほぼ三ですよ。うん。そうですか。三の嵐。<laughs> あ、本当ですね。 ありがとうございますーー。ありがとうございます。これあのカルベさんとね私で作ったこのあの拍手システムでございますからね。この間のね感染広がりかいの時に、はい、かなりあれで盛り上がりましたね。はい。はい、あの今日もやりますかねそのパターンで。今日ももう何かあの質問したらもあのわかりました。あの拍手で答えていただくという。なのでこれツイッターあの見てますとあの皆さんあの喜んでくださっているというか楽しんでくださっている声届いております。そして、えー、朝一で見てきました。これから別の映画館で二回目見に行きますっていうモサもいます。<お>もう本当ですね。えー、あの 何ヶ月も前からこの初日、はい、16日有給取って、ええ、もう一時見ますみたいな方もいらっしゃいますから結構福山さんそういうのじゃ全部チェックしてらっしゃるんですか僕すごく見る派ですねここであ見る派見る派ですなのでもう今日も皆さんの感想をたくさんつぶやいてください、はい、あの忌憚のないご意見を聞かせていただいてただ、まあええ、今ご意見を聞いても、ね、なんか編集変えられるわけでもないので、うん、まあ,あくまであの皆さんのご意見なんですけれども でも、あのー、この映画に対する、あのー、僕らでは考えつかなかったとっいうかあそういう見方があるんだなというような新しい発見もやっぱりありますからツイッター等々の,の SNS の書き込みの中には参考にさせていただきたいと思っております。はい、編集はももう変えられれませんけれども <laughs>